おはようございます。釣り子 TV です、サニーブロスから新しく登場のバイブレーションプラグ帯、これをね入手してみました。しかも2つちょっとね気になるねカラーをね2つゲットしてみたんですけども、これね名古屋のキープキャストとかでねサニーブロスブースを見て、いよいよ登場しますよなんていう風に聞いていて、開発自体はもう何年やってたのかな、もうすごい長いことやってましたね。コロナ禍が始まる前のキープキャストの時に、若干形とかギミックは違うんですけども、その原型となるモデルはあって、でそこに展示するにあたってはそのさらに前からずっとテストしていて、なかなかね決まらないんですよねっていうことで、もうちょっと改造したい、もうちょっと改造したいってねずっと続けてるうちに、これもうお蔵入りになったのかなと思ってたんですけども、いよいよもろもろのスタンバイが整って店頭に並び出しましたよっていうことで、早速ね入手してみました。これね、名前をオビーと言います。そして小粒なねバイブレーションですね。これね早速ちょっとじゃあ開けていきたいと思います。まずパッケージはねこんな感じで、自分手のひらが小さいんで本当ねこれ小粒なんですよね。まあ出した後にね、よくわかると思うんですけど、あと説明がいろいろ書いてあるのでそちらも後でちょっと見ていきたいと思いますが、何よりもねそのキープキャストの会場で実際に触ってみてこれいいなって思ったのが、とんでもないねこの小粒な感じ、わかるかな、絶妙な重さ、この小粒なシルエットで、あとね自分ね案外ねダム湖の釣りが多いんでこの手のバイブレーションって普段使わないんですよね。昔霞ヶ浦とかに通い込んでた頃はバイブレーションプラグってものすごい、釣れるしよく使っていたんですけども、レンタルボートとかでねリザーバーやるようになってからねちょっとこの手のね光り借りやすそうだなみたいなねプラグちょっと離れていたんですけども、この帯はね使ってみたいなと思うギミックがあってっていうのがここに入ってますね。はい、これね、このバネ材を顎にねセットするはずなんですね。どうかな、どうやってつけるのかな、これ見たの勉強してきたんだけど、ここじゃねえな、こうじゃないな、こうだな、この口のとこの怪しいくぼみこれだな、勉強してきたって言って全然ねちゃんと覚えてなかった。ここに結構カチッと、あーついた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 ね、そう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 、これよこれ、ここに根がかり防止のこういうねバネ材を、これ結構硬いんですけどこれをつけることによって結構ね障害物をね回避してくれる、根がかりしづらくなりますよ。であとこう沈んだ時に立つんですね、こう立つからさらにこうでダブルフックがこう標準装備っていうことで、非常にね根がかりしづらくなるよって、バイブレーションのね、自分もそのだからリザーバーであまり使わなくなっちゃったんだっていうね、まあ、ちょっとネガティブなところ、その根がかりしやすいんじゃないですかって、こうリップとかがないから、ね、よく引っかかっちゃうんじゃないですかっていうところをこういうね、専用設計の根がかり防止バネ材を使うことによって、これでね、防いでくれるっていうね、これだったらちょっと自分の好きなフィールドでも積極的に投げやすそうだなと思ってね、それで欲しかったんです。で、まあこういうねサイズの、ダブルフックが2つついていて、でさっきから言うように非常に小粒なシルエットでね、で音はこんな感じ、まあ、この音のところもどの音にするかを散々パラいろんな組み合わせでテストし続けてたらもう答えが出なくなっちゃって、それでなかなか時間がかかってるんだなんていうふうにも聞きましたけども、
やー時間がかかっただけあって、まあ、カラーリングデザインサイズ感ギミック整ってますね。あー小さいけどこのクラックの感じのこのカラーもすごい綺麗に塗られていてね、久しぶりにねこういうバイブレーションを入手したのでもうがぜんね、ちょっとこういうのが効くフィールドにも行ってみたくなるんですけども、さっきから言ってるようなその自分の大好きなね、リザーバーっていうところでまず使ってみたいのと、あと霞ヶ浦水系とかね、そういったところでもね使ってみたいな。で裏にねこうねコンセプトが書いてあるんでちょっとね見ていきたいと思います。帯は今までにないキレのあるシミーフォールが特徴のバイブレーション、通常のシミーフォールでは出せなかった前方に進みながらフォールすることで絶えずバスを誘います。ウェイト別、ラトルなどの種類も豊富で全てのフィールドに対応できます。同風のガードはワンタッチで取り外しができます。障害物が多い場面で使用してください。根掛かりの、軽減になります。必ず根掛からないわけではございません。あらかじめご了承ください。ボトムノックなどに使用した場合ガードがつかない、もしくは、つけづらくなる場合がございますっていうようなことがあって、まあ、100% 根掛からなくなるわけではないよっていうことと、あとはバイブレーションってこう前傾姿勢でねこう進んでいきますからね、ここが削れた時とかにこの口のね取り付け位置が削れたりすると取り付けづらくなることがあるなんていう風にね、そんなことが書いてありますけど、まあ自分はもう普段から 100% 付けの状態で行こうかな。よっぽど中層にねバスが映ってるとかね、中層狙いで投げていくよなんていう時は外すかもしれないんですけど、せっかくなんでちょっと付けたまんまねどんな感じかねいろいろやっていきたいと思います。でまあそうですね、カラーどうしても気になったんでこの2つと、で重さなんかもねこれは自分のは8g だな、8g を買ったんですけども、他の重さなんかもねあるみたいなんで、その自分のフィールドに合わせてね選んでみればなと思うんですけども、この手のルアーをまあミディアムクラスぐらいの、まあミディアムライトとかでも投げちゃうかな、やつで投げてクリクリね何も考えずにねバイブレーションをひたすら釣れると思っているところに送り込み続ける、そんな釣りもね実は大好きなんで、せっかく入手したんでね、こういう釣りも積極的にねご紹介していければなと思います。はい、というわけで本日の釣りコー TV はこちら、サニーブロスから新しく登場の小型バイブレーション OB、これをね開封してみてやってこういった動画でした。はい、釣りコー TV でした。また会おうぜ。